11時11分です。300万ユーザーが使っているソーシャル経済メディアニュー w ピックスとコラボレーションしてお送りするアメリカンエククススプレスピックワン今週のテーマは「起業家が選ぶ起業家のための抑えるべきニュース」ということで今日はですね、えー「ヤフー信用スコアに年内参入購買データなど分析 ID 情報を点数化」という記事から未来を読み解くヒントを探っていきます。 解説いただくのは日本初の月額制オンラインファッションレンタルサービスエアクローゼットなどを運営されている株式会社エアクローゼット代表取締役社長兼 CEO 今回の記事なんですが、まあ、ヤ,フーあのヤフーですよね、はい、個人ユーザーの信用スコアを企業向けに提供する事業に参入することを伝えているという内容なんですがちょっとそもそも論として信用スコアって何でしょう。はい 信用スコアですねあの中国で,でも「ジーマま信用」ですとか今、はい、あのたくさん出てきてますけれども,、ええ、もう本当に基本的には人柄ですとかその方の能力ですとか、うん、その人に対するその信用の部分を スコア化してていいくとううよなな制度になってます、はい、インターネット上で、まあ、人と人の付き合いの中でこの人は信用が置けるっていうお話が、うん、まあこれまでもあったと思うんですけども、はい、インターネット上ではそういったこう信用っていうのが見えなかったんですけども、はい、その信用を例えばスコア化して、うん、信用度が高い方は例えば優先的に何かサービスが使えたりですとか、うん、お,お申し込みの時に いわゆるるお店で顔パスがあるようなその人はもう信用が置けるので、えー、お申し込みの時にすぐにサービス使えたりですとかうそういった、えー、利用方法が将来的には考えられるかなと思います、ねあのー、このシステムっても例えばそれこそヤフーでいうとヤフオクの出店者とかそういうのはもう評価付けできるようになってるわけじゃないですかです、ねはい、まあ,あれは別に機械がやってるわけじゃなくてユーザーがこの人例えば対応が良かったとかみたいなので5段階表現してるで,すですね。はい、それをもとに この人何点だからこの人からだったら買ってもいいかなっていう判断材料にしてるじゃないですか。うん、そうですね。それがなんか企業と、はい、まあまた他の他人とまあに公開されることになるっていうことですか。そうですね。スコアがえっ、ー、と公開するしないはあると思いますけれども、人がインターネット上で取った行動がスコア化されていく。うん、例えばレストランをインターネット上で予約して、えー、何度もドタキャンしている人は信用スコアが下がっていくですとか、うんえー、ヤフーオークションで出品,出品してるんですけども商品が 別のものを届け続けてしまったら信用スコアが下がっていくというようなそのスコアですね。これだって飲食とか本当にまああのホテルとかもそうかもしれませんけど、はい、頻繁にドタキャンするされる側とするとすごい被害ですよね。そうです、ね。だからそれを何かこう防ぐ手立てとしてもこれあった方がいいっていうことになるんですか？はい、そうですね。インターネット上だとどうしてもその人が 見えないのでその人の信用度というのを少し明かしていくことで、うん、まあサービス提供者も安心して利用者のことが見れますし、まあ、利用者はこれまで何か意識して変える必要があるかというと、うん、まあキャンセルしないという、まあ、当たり前といっちゃう当たり前なことをそのままストレートにしていけば信用が積み重なっていくというような,考え方かなと思います、うん、実数生活で面と向かってだったらキャンセルできないけど顔が見えないからキャンセルしやすいってのはありますもんね。 あのそんな中でまあただその例えば信用スコアが当たり前になってくると公開するるしないは選択肢があるだけど私はやっぱりしたくないなってなった時に信用スコアが公開されてないがためにまああの必要以上の不利益を被るということは考ええられるんでしょうかかサービスが使えないとそこはあの必要以上かというとまあ当然サービス提供者の方がまあ例えば飲食店であの まあ通常のこうサービス利用ではなくてまあ大暴れしてしまっている方とかはえお店の外に出ていただくですとかまあクレジットカードとかもですねあの利用者のこれまでの信用を確認して余震として余震のシは信用の信ですねでえーカード利用を促すもしくはえお断りするというところはこれまでと同じような考え方かなと思います、うん。ただねその要,要はそのまあ えっとまあ、個人的にはね僕、別にその公開してもいいかなと思ってるんですけど、はい、そ公開するかしないかの選択の自由っていうのもその個人に委ねられるべきところを、うん、まあ実質上公開しないともうサービス受けられないとかなるとなんていうのか泣く泣くというか。やらざるを得ない感じに 当該サービスにおいてはあのおっしゃる通りそうなんですけども例えば、まあ、いわゆる世論に近いそのみんながもしその公開情報を出したくないとなった場合に、うん、そのサービス自体が今度は破綻してしまうのでサービスを運営していく側としてもそこのバランスというのは当然見ながら、うん、あの公開を促していくような形にはななるかなと思いますまあ何にどこまで使うかって話ですよね。そ,ねそ,ねそこはもうバランスで おそらく例えばあのヤフーさんも全ユーザーが公開しないで全ユーザー公開しない場合にその公開しないユーザーを使わせないってなった場合にヤフーさん自体のその ID が意味を今度はなさなくなるので当然そういった公共性なことというのはされないと思いますうヤフーの ID の信用度が下がっちゃいますもんねそうですねそこ自体の<笑><笑>そう、ね、シェアリングエコノミーのこう考え方でもベースやっぱり信用というのはあってですね、うん、その例えばあのユーバーさんですとかカーシェアリングもそうですし Airbnb さんのようなえお部屋まあ あの確かにですねシェアもそうですけれどもやっぱりあの借りた側も貸す側もお互いがどういうあの行動を取ったのか、うん、例えば帰りに。 えー、きれいにしてお部屋を去った方は信用スコアが上がっていったりですとかうん、うん、そういったところはあのもう本当に本質的なあの人間力というか、えー、信用度というところの積み重ねがこれまでインターネット上で見えなかったものがうん、うん、改めてあの見えるようになっていくいいいいこととななのかううふうに感じています、うん、あの今後信用スコアのこういう関連のニュースをチェックするときに、はい、こういうところを見ておいた方がいいよというポイントがあれば教えていただきたいんですけど。はい あの先ほど佐々さんもおっしゃっていたやっぱりその公開するしないというポイントとどの,そのサービスがその信用スコアに入っていくのかサービス提供者とあの参画をしていくのかというところはどの会社が入っているのかですとかというところは見ておくべきかなと思います。例えば B、ね で今回矢吹、ah、さんであれば例えばあのシェアリングエコノミー協会もえ参画をしていたりですとか外役さんも参画していたりですとかその企業がそこに入っているのかというところはもちろんそのご自身がサービスを利用していく中で気をつけて見ておくポイントなのかなと思います、うんまあ、難しいですよねもともと例えばも小さいコミュニティだった時ってみんなもう例えば隣近所田舎とかそうだけど通過だったというか。朝起きて オタク昨日ずいぶん喧嘩が長引きましたねみたいなええ <laughs> みたいなところから始まりそれがまあ都会になっていったことでインターネットになるといろんなものが希薄になっていく部分でもそれがまあ、はい、そういうところから解放された部分もあるけど、はい、どうしてもその、えー、とキャンセルし,づらしやすいとか、うん、顔が見えないことによってまあ,あのななんていうのかなこう無責任な行動が取りやすくなっちゃう,う、ね、っていうところをどうするかっていうところのフェーズに来てるってことですよね。イインンタターーネネッットトがこれれれまでで切りり離されていたんですけれどもインターネット上も上やっぱり実生活の 空間の一部ににスマートフォンが出ててきたことによってなったので、うん、そこも一人の人、うん、ここ個々人をインターネット上でも把握をしていこうという考え方なんで、うん、あのでこれまでのその実生活とインターネットっていうのが融合されて今生活をしている中では当然あの見るべきポイントなのかなと思います。つまり実生活はいい人インターネット上はあの、まあ、悪い人とまでは言わないけど、はい、いい加減 これは通用しなくなってくるてことです、ね。そうですね。えー、その人が、どういう行動を取るかというところが、真に見られていくと。それがまあ、信用ポイントが上がっていくっていうことにつながること思うんですね。はい。だから、あの、真面目に生きてる人は、だいたい心配することないっていう。なる <何も S 1>、ね、心配することないと思います。あの、信用は積み重なっていくものなので。ちょっと安心しました。まあ、どういうところに使われていくかってことだけは、ね。 ね、そうです。あの、ね、自分で判断選べるといいですけどね、うん。まだ目に見えてない部分があるので怖いというところはあると思いますけども、ね、あの普通に生活をしていれば信用が積み重なっていく。はい、はい、ということですと勉強になりました。天沼さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。気になった方詳しくはニュースピックスのサイトにある天野聡さんのページチェックしてください。アメリカンエクスプレスピックワンでした。